たちがね、まだ待ってますからね。待ってますからね。バンドマンじゃないかもしれないんですね。女の人かもしれませんね。そうかもしれませんね。そうなんですよね。とりあえず呼んでみましょうか。名古屋子供ラインの CBS 松山さん。生中継がここの今池のボトムラインで始まっているということで、なんとオンエアされてから今駆けつけてくれたお客さんばっかり、気ムンムンでございます。すごいです。もうね、はち切れそうでございますけども、もうすごいすごい。とにかくですね、こちらの、平成名物テレビ、はい、なんと関東地方以外で見られるのはこの名古屋しかないということで、名古屋だけ、大阪や北海道、九州や北海道じゃやってないんですよね。そうなんですよ、それが見られるとあったらこんだけの盛り上がり、すごいです。とにかくあのあれですね、名古屋はなんかあの東京に次ぐアマチュアバンドのなんかあの、そうなんです、東湖ということでございましてですね、はい、今日はなんかあの名古屋のですね、アマチュアバンドの人気者、はい、なんとベスト7をですね、はい、ざっとご紹介してみたいということでございまして、はい、カメラさん一つよろしくお願いします。はい、まずはですね、ルーツ。はい、アシッド感覚のルーズでハードなロックンロール4人組。そしてザ・ニックス。初期のルースターズを思わせるビート感のあるタイトなロックンロール4人組、はい。そしてクラシカルベルベットローズ。女の子の4人組。はい、ザ・フェイカーズ。ストリートかつストレートでハードロック、ボーカルが美形だ、はい、バレーボールズ。名古屋一の不良中年バンド。お、名古屋アンダーテイカー出た。そうだ。そしてメインフェイズ、あ、フォース。メインフォースでしょ。そしてメインフォース。そしてマリアエレナ。ガン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 って。マリアエレナ。以上の7バンドがね、はい、ベスト。そうなんです。はいですね。そこでですね、今夜このうちからメインフォースとマリアエレナの2グループが挑戦してくれるというわけなんです。挑戦する。挑戦する。はい。はい、そしてここでこちらにいる方が。そうなんです。これがなんとマリアエレナの皆さんです。はい、このマリアレナ、昭和60年の5月に結成されたばかりの女の子ばかりのですね、はいはい、ラテンバンドでして、名古屋ではビッグバンド界のおにゃんこクラブと呼ばれました。はい、そのルックスも合わせまして、はい、男性ファンのファートを甘く魅了するバンドだというわけです。リーダーの方は一体どなたなんでしょう。はい、リーダーの方こちらでございます。さすがリーダー、一回り大きい。いや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 、まずはですね、あのバンドのきっかけ、結成のきっかけなど、はい、バンドのきっかけはですね、あの結成当時にブラスバンドをやってる人が結構いたんですよ。それでそれをどうにか、できないかなと思って、利用できないかなと思ってできたバンドがこのマリアエレナです。なるほど、なるほど、衣装なんですか。衣装は、衣装は素晴らしいですね。そうですね、なんかハワイアンっぽいですけどね。はい、はい、もう拝みましょうか。はい、はい、ありがとうございました。ボトムすると胸のほくろが隠れちゃうんです。いや、なんてこと。ズバリセールスポイントなど、はい、はい、ペレスプラードやサルサではないマリアエレナ風の、ラテンのサウンドをね、皆様にあの聞いていただきたい。視聴してる。こういうことなんですけど、宮城さん、ご印象の方はいかがでしょう。なかなか手強いです。いいですよ、あの上からカメラ映してくれるとですね、はい、胸の谷間がたまんないですね。そうでしょう。私たちなんかもうちょっと前鏡ですよ、さっきから。本当に。宮城さん、ダメだよ。はい。ね、ということなんですけど、早速ですね、こちら名古屋からこのイカスバンド、はい、挑戦したいというわけですね。はい。踊っちゃおうかな、僕たち、ここで。みんな応援しようぜ、イエーイ、イエーイ。それでは早速曲紹介をさせていただきましょう。よろしいですかね。はい、マリアエレナの皆さんでキエンセラ・イ・オーチョです。No!
感想の方ちょっと聞いてみましょう。どうですか？もうとっても嬉しい。あ、もう完走できるっていうことが夢だったから、もうみんな嬉しいよね。やったよかった。ということなんですけど、宮城さん、こちらの審査員の皆さんはどうでしょう？はい、いやー、なんかね、常磐ハワイアンセンターかと思いましてね。確かに。しかし、あのティンバレスのね、ティンバレスに中島恵子さん入ってると思いましたね。びっくりしちゃった。いやー、ティンバレスが迫力ありました。すごかったですよ、ティンバレスの方。中島恵子さん。まだまだですね、この後名古屋からも、あ、まだ、はい、それじゃあですね、審査員の方々にちょっと聞いてみたいと思いますね。はい、それじゃあこれラテンが好きな方って誰でしたかね？私ですね。ラテン系は。まあその前にじゃあデーブさん。最初始まった頃も皆さんも本当にね圧倒されましてですね。まあ何も言えないんだけど、ただあの日本語前ですね皆さんね。聞こえないですね。面白い。いやでもね、普通名古屋ってあんまり盛り上がらないというイメージがあるんですよ。でよく聞く話は、名古屋でロックコンサート行くとですね、皆さんが家に帰ってから指を鳴らすっていう、なんかそういうところあるぐらいです。でもこれはやっぱりいかにも名古屋だって盛り上がれるっていうことはね、分かったと思いますよね。なるほど、はいはい。そして萩原健太さん。いや、あの、呆然としてしまいましたけど、あの、こう、なん、あのね、バンドの番組でこういうのがね、出てきてほしいなと思ってたんですよ、東京の方でも。でもまさかこのような形で出てくるとは思いませんでしたけども、ラテンバンドは狙い目だなと思ってたんですけど ね、 いやしかし女性だけでこの管楽器がみんな入ってて、あの吹くとき可愛い顔してた人が急にこれものすごい顔になって吹くっていうのがね、しょうがないですよ。でもよかったですね、あのトランペット吹くときにすごい顔しないように鏡で経験してくださいとか、はい、とりあえずですね、ワイプ攻撃もなくですね、はい、完走ということでしたからね、はい、おめでとうございました。どうもありがとうございます。ありがとうございました。こちらのですね、スタンバイができるまで皆さんぼーっとして時間つなぎしてくれました。ありがとうございました。ありがとうございます。さて。